ですの。調合するにはここじゃ手狭ですの。どこかに広い場所はないですの？広い場所ですか？教会とかって他にできるんでしょうか？大丈夫じゃない。ゲームキャラが復活するなら教祖もいた方がいいでしょうし。そんな方法思いつきもしませんでした。バストさんが偶然通りかかって声をかけてくれたんです。もっともまだうまくいくかはわからないけどね。すごいすごい、本物の錬金術だわ。こないだ本で読んだんだよね、タブちゃん。ワクワク。私が一度消滅したということは、はい、キラマシンの封印は解けてしまいました。急ぎ再度の封印を施さねばなりません。あなたを物のように扱って心苦しくはありますが、一刻を争う事態です。そのような気遣いは無用ですよ、ネプテューヌの妹。あなたに頼みがあります。はい、何ですか？私には敵と戦い倒す力はありません。一人では封印の場所までたどり着くこともできないでしょう。図々しい願いとは承知ですが、同行してはもらえませんか？全然構いませんよ。そのくらいお安いご用です。ガストも一緒に行くですの。一緒にって、ガストさん、これから行くのはすごく危ないところなんですよ。わかってるですの。ガストはこれでも世界中を旅してるんですの。腕には自信があるですの。それに復活したとはいえ、ゲームキャラさんの力はまだ不完全ですの。調合した錬金術師としてきちんと見届ける義務がありますの。まあいいんじゃない、人手は大いに越したことないし。よろしくお願いしますね、ガストさん。こちらこそよろしくですの。もしよかったらヨムちゃんとラムちゃんも来てくれないかな。私たちだけじゃちょっと心細いし。うん、私もだ、ダメ、私たちは行かないわよ。あ、私たちはルインの女神候補生なんだもん。だから町を守るためにここにいなくちゃいけないの。仕方ないよね。そういうことだから、ほら向こうで二人で遊んでよ、ロブちゃん。
やっぱりまだまだ子供ですね。本当に申し訳ありません。この国の問題なのに他国のあなた方だけを生かせるなんて。気にしないでください。それじゃあ行ってきます。じゃあゲームしよっか。こないだ買ってもらった新しいやつ。
が勝手にやってるだけじゃない。それにお姉ちゃんのこと助けようとしてくれてる。何よ、ロムちゃんは私よりあいつの方が好きなの？ラムちゃんの方が好き。そうでしょそうでしょ。それじゃあ私とここで遊んでましょう。だからラムちゃんと一緒に行きたい。
の音、目が覚めてるやつもいるみたいね。急いで通り抜けないと。残念ながらダメみたいですの。私に任せなさい。